はい、皆さんこんにちは、月です。月です。今日もご視聴くださいました、本当にありがとうございます。はい、椎茸棚を作るとこにやってきてますけども、今日は楽しみさんをちょっと引っ張り出してきました、はい、すみませんな、作業前に。はい、大丈夫です。申し訳ないです。寒いね。寒いなんかね、真夏はね、あの日の差すとこで作業して、冬になるとね、日陰で作業するっていう謎の習性が私あるみたいで、すんげー寒いよね。申し訳ないです。ですね、とりあえずここまで来ましたと、整地はひとまずできたんだけど、ちょっとどうしようかなと思ってる部分があります。まあ、こちら側のあの竹をね、いっぱい集めてる部分と、その椎茸のあれとかは買うの？買うしかないよね。もうないじゃん。買って何本ぐらい置く予定？そんなおかんよね。物もだってさ、そんな安かないじゃん。そうそうそう。だからその辺をどう考えてるんかなと思ってさ。父親がこの前見に行って、えらい竹があったぞって言ってたもんね。あ、やっぱり？ないよね。楽しみさんのお父さんが今、5本か6本やってて、1本が枯れちゃってんのよ。あの腐っちゃってるんじゃないかな。あのカミキリムシみたいなのが入って、なんか中からダメになっちゃってるみたいなんですけど、まあ、その辺を話をちょっと聞いてもらいたくて、ここから私どうしたらいいっていうところをちょっとご相談しようかと思って。まだ上手綺麗にすれば。やだー。だってちょっと待って、もうだってあっち置かないっしょ。置かない。置かないけど綺麗にしろってこと？いいんじゃない。いや、暇やったらね。暇じゃないけど、もうここ辛すぎてさ。じゃあここでいいんじゃない。でちょっと地位だろ、本当に。これいいと思うよ。もういいやろ。いいですか？あの、あっちゃんがまたもう気が向いた時に、そうだよね、もう本当にすることがない時とかに、あっちちょっときれいにしようかなぐらいの感じでやりたいんですけど。その栗の木とかダメやっちゃうね、やっぱね。あ、なんか3年とか置かんないかかったよね。そうそう、あのなんか絶対ね、水分とかしてとか、ね、何年か分かんないけど、すげえ大変だったよね。そう、だからその置くっていうとこまでに、そもそもなんかその1年ぐらい、2年前ぐらいからこうなんか準備してるみたいなイメージだったからさ、まあ、なかなか簡単にはいかんなと思ったんだけど。どうなの実際は、その椎茸から取ってさ、はい、するのと買ってするの、いや、どっちが安い、安いかってこと、うん、皆さんそこを知りたくないですか？じゃあ1本原木いくらす？1,200〜1,300円、1,500円として借りるね。で、年に2回出てくるじゃん。年に2回出てくる？2回ぐらい出る。それ量も取れんよね、あんまりね、今のところね、あそこのところじゃね。なんかそれはその場所が悪いからっていう、日陰やったらいいと思うね。そうそう、だったらもっといいはずっていう、楽しみさんのお父さんの考え。だからここでね、うん、全然当たらんもん。1本で何回取るやろうか。ワンシーズンで20個、普通に買ったらでも20個ぐらいやったら300円ぐらい、うん。そういうことだから2回ぐらい出てくるから。ああ、そういうことね、うん。まあ、だから2年やれば元が取れるってことやね、うん、買ったり言ってもね。まあまあそうだけど、まあ、楽しみがあるよね。いや、それもそうなんだけど、美味しさが格段に違うじゃん、しいたけは。いや、あの歯ごたえよ。もう、まあ、いいよね、取れたてはね。取れたてのしいたけの美味しさは、あ、スーパーで買ったしいたけの美味しさとはもう格段に違う。まあ、あの本当ステーキ食ってるみたいな、なんていうの、歯ごたえ、ね、歯ごたえ、肉食ってるみたいな歯ごたえがあるから、あれを、それを値段でって言われたらちょっと比較はできない。美味しさで言ったら断然生っていうか、取れたての美味しいと思うけど。でも何本するかだよね、そう、ね、そんなあってもね、そんないっぱい1000円やったら、もうそんな広くなくてもいいでしょ、うん、どうも、うん、いいよ、こんだけでいい、十分でしょ、うん、何本やろかね。まあそこら辺はそこしたんと、まずこっち持ってこないから。そうだね、そうだね、ね、それで様子見たいしね、どんな感じか。で
の風が。どんぐらいだろうな、本当ね。あれ持ってきていいの、こっちに。全然いいよ。あ、本当、うん、あ、じゃあ今日持ってきていい。それこそ、うん、ただの発達、うん、あれだから持って使いたいよね、うん、使えるからさ、うん、なんか別ので別の組み方をするってこと、なんかすればいいんじゃない。わかった、わかりました。なんかいろんな組み方があるんだよ。あ、そうやっちゃう、うん、こうするだけじゃなくてね、なんかこう、いげたみたいにこう組んだりとかね、何種類かあった。了解、じゃあ次はあれを移動させるっていうのをやってみます。あとこっちですよ、はい、ちょっとここちょっとあのカメラでも持ってみますか。はい、はい、そしたらもう一つですよ、こっち側、左手側、もう俺じゃない、もういい、なもせんで、いや、もうできんよね。そうなの。いや、だから沈むからさ、徐々に、うんうん、その時にすればいいね。そうやってほら、下手に足入れるとさ、ズボっていく、ズボっていって、うんうん、竹が上にガッて向いてさ、危ない、それこそ足刺さりそうで怖いなと思って。もう全部バキバキだね。うん、そう、だってもう2年3年土に埋まってたやつ、うんうん、それを私が引っ張り出したいの。沈むとこだよ。それからじゃあ整備すればいいね。どうせうちは土がいっぱい出るから。土がそうなのよ、土が欲しいと思ってしまって、ここ土入れたいなと思ったんだけど、またここに土持ってくるのと思ったらさ、もう嫌で嫌でしょうがなかったんだよね。土はほらいっぱい削るとこあるからさ。あるんだけどさ、嫌なんだもん。本当土を掘ってるか根っこ掘ってるかばっかだからよ。そうそう、あとあのご質問いただいてました。この左手側からぶら下がってる木は切らなくていいんですかって、引っ張って取れないんですかって言われたんですけど、これ、ね、台風の時に折れたんだよね。引っ張ってみる？引っ張って、いや、私この間引っ張ってみたんだけどさ、うん、全然びくともせんかったよ。いや、繋がってるよね。そう、ね、こっから見えるかな。上繋がってるじゃん。繋がってるんですよ、ベローンって。ダメだね、あれは取れないわ。そう、切るしかないね。見えないんだけど、まあまあ高いのよね。脚立で同行できるレベルじゃないんですよね。ここの高さです。ここで繋がってんの。なんかベリーって皮で繋がってるような感じだけど、もう全然まだね、この幹がついてるんです。で、この周りにほら脚立を立てられるエリアもないし、切る高さもちょっと高すぎてどうしようもできない状態。ちょっと引っ張ってみて。切りたいね、でもね。この辺ね。ね、そうなんよ。この日さ、引っ張ったら切れそうやけど。いや、結構高いよ、あれは。電線向かってるじゃん、だって。これ切りたいね、うん、これさ、これ高いよね、だって。いや、はしごでさ、あの高枝切りわさみ、あ、で、でもパッて切れそうやけど、まあ、この辺は切れそうだね、この先端はね。そうそうそう、上がね、足の上を引っ張ったら、あそこ引っかかったら危ないね、あれね、鶴で。ここ引っかかった、ほら、そこ落ちてるじゃん。ああ、本当だね、落ちてるね。本当やこれ。引っ張って切れば良さそうやけど、浮いてます。ここのごちゃごちゃってしたツルで絡まってるだけ。もうこういうてトラップがいっぱいあるんですよね、この辺は。どこにが繋がってどこが離れたか分かんないのね。これはこれもね、このね、取れんやろ、引っ張ってみて。ちょっと、もう絶対戻ってガッツリ引っかかってるもん。繋がってんね、台風とかじゃないと、ああ、こっから見えるかな。台風じゃないと難しい。しかもそこからまた枝が生えてるね。枝葉のとこね。ねえ。生えとって。ちぎれかけのところから生えてる。一回待ってやろう。あ、虫が飛んでた。あ、二人で引っ張ってみる？こっちに落ちてこんから。そうそう、この木があるから絶対向こうに倒れるんだよね、うんうん、やってみようか。うん、そのさ、今切らないとさ、
ないでくださいね。ヘルメットがないと危ないとこやったね。これ危ないね。こっちね、これね。届かんのよね。なんつって届かんのよ。まあ、台風で落ちるのを待つしかないわ。それしかねえな、ほんと。真似しないでね、皆さんね。はい、ヘルメットかぶってきました。ただ、安易に引っ張っちゃダメですね、ほんとね。はい、中華で、ちょっと落ちたやつをね、細かくだけしておきましょう。あ、これが残ってな。あと最後にこのツルですね。今まで抜いたやつ、あとこの謎の植物ね、どっからでも入ってくるってやつ、これを下に持っていきたいと思います。ここ置いとったらまたツルが繁殖したり生えてきたりすると思うので、これだけは無駄やしにしないと。よいしょ。
ますね。危ねえ。はい、とりあえずツルやら、あの危険な植物やらは撤去できました。綺麗になったね。またここのちょっと通路のあたりだけまた次回綺麗にすればいいやろ。よし、終わろう。よいしょ。ということで、ひとまず終わりにします。最後の挨拶は楽しみさんと一緒に撮ってあるので、そこで終わりにしますね。ひとまず、あの落とした木だけはね、細かくできたので良しとしましょう。ちょっとね、やっぱあの思いがけない動きをするので、もうヘルメットも何の準備もなしにあんな引っ張るとかは絶対皆さん真似しないでくださいね。ちゃんと危なかったと思います。反省反省。ちょっとこれで終わりにします。またお会いしましょう。ちゅうこってとりあえず、椎茸棚はこれで完成にしたいと思います。右手側、あと奥の方についてはですね、もうちょっと時間が余裕があるとき、あとはこっちは沈んで、ちょっと落ち着いてきてからね、状況がね、でまた土を入れて平坦にしていくっていう作業をまたいつかやればいいかな。そのぐらいの気持ちでやりたいと思います。で、今後はですね、また周りのちょっと片付けをして、ここ通るまでのですね、足引っかかりそうなツルとかだけ切っといて、あとは楽しみさんのお父さんが今現在作っておられる原木をちょっと持ってこようかな。で、その組み方ですね、それに関してはちょっと調べて、まあ、うちにあるものでできるような組み方を今後していければと思いますので、そんな感じでよろしいですかね。新しくじゃあ買い足すのは、買い足せばいいんじゃない。でも足りんかったら買うときは買うでね、別にいいんじゃない。何本、何本買えばいいんじゃない。もうどうせ、まあね、子供たちがね、あの僕が取る、僕が取るっていうのとかを見るのがね、好きなのよ。そうそう。それが楽しいの。あとそれはでも動画のためにね、買おうかなっていう感じでね。え？動画のために。ああ、そうね。もちろん、なんかその、ほら、参考にしてますって言ってくださる方もいらっしゃったから、私たちは本当手探りだし、何の知識もない状態でやってるから、そういう人でも、まあ、このぐらいできるんだなって、あ、このぐらいの環境さえ整えればいいんだなっていうところが、伝えられればいいかなと思って。やっておりますので、まあ、もし参考になることがあればですね、あとなんかまた情報いろいろこういう風にするといいですよっていうのがあれば教えていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はゆるくでしたけども、はい、一応ここで終わりということで、はい、最後までありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。